こんにちは、Gです。今回は久しぶりにフェドラのお話。ご存知の通り、フェドラはレッドハットが支援するディストロです。私、普段使いはマンジャロで、その理由は高い安定性です。でも安定性という点ではフェドラも見過ごせませんよね。じゃあなぜフェドラを日常使いにしないのか。個人的にグノームデスクトップが好きじゃないからです。そこで今回はフェドラに KDE デスクトップを載せる方法をご紹介します。フェドラに KDE が載れば安定性と利便性、最強じゃないですか。思惑通りになるのか、その点も検証してみましょう。環境はラズベリーパイ4GB モデルで評価を行っています。ラズベリーパイには2022年5月にフェドラ36をインストールしました。フェドラはローリングリリースなので、日常のアップデートだけで最新版のはずです。システム情報を確認します。最新版フェドラ38になってますね。グノームは 44.5 で、ディスプレイマネージャーはウェイランドです。準備としてターミナルを立ち上げて最新の状態にアップデートしておきます。続いて画面のようにタイプして KDE をインストールします。この1行だけでインストールできますが、少し時間がかかります。ところがインストール終わり近くでエラーになってしまいました。仕方ないので手動で再起動。でも立ち上がらなくなっちゃった。システムが壊れてしまったようです。まあこのコマンドでのインストールは問題ありですね。しょうがないので別のインストール方法を試します。あ、先のトラブルが起きた OS に上書きじゃなくて新しい OS を用意しています。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプして KDE をインストールします。このコマンドも1行だけですが、やはり15分ほど時間がかかります。終わったらウィンドウマネージャーを変更します。画面のようにタイプして現在の GNOME のウィンドウマネージャーを停止して、デスクトップを切り替えるセッションマネージャーを有効化します。以上でインストールは終わり。リスタートします。今度はうまくインストールできたようです。ご覧のようにログイン時、画面下でデスクトップとディスプレイマネージャーが選べるようになっています。ここでは KDE プラズマ、ウェイランドを試します。なんかモニター解像度が拡大表示になってるようなので、 KDE システム設定で修正して再起動します。 KDE デスクトップの外観はこんな感じ。ファイルマネージャーはドルフィンになります。
ソフトウェア管理はディスカバー。 KDE 絡みの K なんとかアプリがたくさんインストールされています。テキストエディターは K ライトで必要十分。マルチメディアではビデオアプリはもともと動かなかったんですが、 GNOME 用なので KDE なら絶対動かないでしょうね。ディスカバーで検索して削除しておいた方がいいですね。 KDE 追加によるオーバーヘッドがどれくらいかわかりませんが、ラズパイにはオーバークロックは必須でしょうね。ターミナルで画面のようにタイプします。ファイルが開いたら画面の5行を文末にタイプしてコマンド O で書き込み、コマンド X で終了します。再起動後ネオフェッチでオーバークロックを確認。オーバークロックは問題ないですが、なんかネオフェッチが異常に遅い。ネットでも同様の書き込みもあって、Fedora 38、重い、遅いと言われてますね。Fedora はもともと動画再生は増えてないようですが、VLC で動画再生してみます。頭出しで音飛び、ブロックノイズなどがあったり、少し駒落ちもありますが、なんとか再生できているようです。ハルナもインストールして試してみましょう。VLC よりハルナの方が幾分いい感じに再生できてますね。 Fedora 37以降ブラウザーの動画再生にはトラブルが内在しています。 Chromium だとご覧のようにコントローラー類が正常に機能しない。また画質は 144p 固定で変更できないなど正常に動作できません。Firefox だと全く再生できない。調べてみると FFmpeg を入れ直せばいいらしいのでやってみますが、期待できないかな。ターミナルで画面のように3個のコマンドをタイプ。FFmpeg を入れ替えたので再度ブラウザーで動画再生を試します。クロミウムは従前と同じでコントロール不能で低
低画質固定のまま。Firefox も相変わらず再生そのものができません。期待できないという期待通りの結果でした。次のリリースが近いので改善を深追いはしません。今回はラズベリーパイでの KDE デスクトップの導入をご紹介しました。Fedoraには他のデスクトップもあるんでしょうか。 PC 版なら公式サイトから様々なデスクトップをインストールできます。画面のサイトを参照ください。ほとんどの主要なデスクトップがここからダウンロードできます。試してませんので情報だけですが、Fedora 38は元来遅くもっさりしていますから、 KDE 導入の痛みとか不具合はほとんど感じません。逆に、なんでもっと早く KDE にしなかったんだと後悔してるくらい。 Fedora でも KDE のカスタマイズを楽しめるのは最高です。ちょっと気になる不具合もあります。スリープ後、キーやマウス操作でウェイクアップできない。これは電源管理でサスペンドしない設定にすれば回避できます。それから先ほども申しましたが、Fedora 37以降、ブラウザーでの動画再生は事実上使えない。この問題は今回の KDE 導入には関係なく GNOME でも発生します。X11 と Wayland 両方の環境で試しましたが、どの条件でもブラウザー動画再生には問題があります。Fedora の魅力は安定性なんですが、現行バージョンは、Fedora 37、38はポンコツかな。まもなく公開の Fedora 39に大いに期待。ご覧いただきありがとうございました。昔のことですが、仕事でテルアビブに3週間ほど滞在したことがあります。休みにはエルサレム巡礼や視界で泳いだり、今は極度の緊張状態で心を痛めています。でも街中では至るところでヘブライ語とアラビア語が併記されてました。要はパレスチナの人たちもユダヤ人と共存してるんです。その形があるべき平穏だと思います。一日でも早く日常が戻ることを期待しています。今回の話にはオチがない。すみません。ではまた次回。